台風19号で多くの住宅に被害が出た沼津市では、連休明けの今日から罹災証明書の発行が始まりました。沼津市では台風19号で鹿野川沿いにある大平地区などが広い範囲にわたって冠水しました。市の調査では、住宅の床上床下浸水は少なくとも160件以上に上ります。連休が明けた今日、市役所は業務を再開し、公的な支援や保険を受けるための罹災証明書の受付をしています。担当課には午前中、被災した市民からの問い合わせが寄せられています。まずは被害状況を見て、できるだけ早くですね、こうするように努力していきたいと思っております。沼津市は市のホームページで罹災証明書を発行する手続きの方法などについて情報を提供しています。